皆様こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日はあったら便利な防災グッズのご紹介をしたいと思います。先日ですね、私家用の防災グッズのご紹介をさせていただいたんですけれども、自分が考えたものをいろいろ見直してみて、これがあったら便利かなというものを、今日用意してみました。まず最初はレインコートですね。台風で雨風が強い時にあると、もうこれは本当にすごく便利だと思います。防寒対策にもなります。これはとてもコンパクトなもので軽いですし、持ち歩きにもいいかなと思います。こちらがですね、持ち運びしやすい折りたたみのクッションです。これはホームセンターで買いました。こちらも結構小さいんですけれども、とても軽くていいなと思って購入しました。枕にもなりますね。ちょっと小さいんですけれども続きましてこちらは耳栓です。慣れない避難所で眠る時などに便利かなと思って購入しました。こちらの商品はピップのイヤーホリデーという商品なんですけれども、暮らしに必要な会話や電話音はキャッチしますということです。はい、続きましてこちらは、ラップなんですけれども、まず止血ができますね。断水時に洗い物をなくするためにお皿の上に置いて食事をすることができます。私は持ち運びするんであればちっちゃいタイプがいいかなと思って購入しました。続きましてはろうそくとライターとマッチです。前回防災グッズの動画でご紹介した時には、こういう火をつけるものは用意しなかったんですけども、やはりあるとすごく便利かなと思って購入しました。続きましてこちらは三角巾です。止血や固定など様々な用途があります。こちらの裏に7種類用途が書いてあります。腕を吊るだけでなく包帯としても使えます。巻き方でどの部位にも使えるそうです。こちらも1枚あると心強いですよね。続きましてはエアー枕です。これは息を吹き込んで膨らませるタイプで、車で寝る時に便利です。私この間の台風19号の時避難所に行ったんですけれども、車の中にいたんですね。でこういう枕持ってなかったので、ちょっと眠いなと思って 寝た時に首がすごく痛くなってしまったんです。これもあると便利かなと思って購入しました。続きましてこちらはアイマスクです。こちらはダイソーで買ったんですけれども、幅広いバンドで食い込まずにつけ心地がいいというふうに裏の方に書いてあります。こちらも慣れない避難所で、眠る時に便利かなと思って購入しました。続いてはマスクです。前回防災グッズ家用のご紹介した車載用の防災安心セットに、1枚 3M 社製の防塵マスクが入っていたんですけれども、何枚かあるとやっぱり便利かなと思って購入しました。このように、ジップのついたフリーザーバッグに、5枚ぐらい入れて用意しました。やはりマスクは、災害時にはホコリとか粉塵とかを吸い込んでしまいますので、複数枚あった方が便利かなと思います。続きましてはガムテープです。今家で使っているものを、ご覧いただいているんですけれども、ガムテープは布の方のテープです。布ですと粘着力が高いですね。そして文字が書けます。ですのでこの油性ペンを一緒に用意しました。直接この布テープに書けますのでメモ帳代わりになります。リュックなど名前が書きにくい、時に名前を書いたこのテープをショルダーの部分に巻きつけると、あ、誰のリュックだなっていうのが分かります。そしてこのガムテープは怪我の止血にもなります。怪我をして、出血している時にタオルやハンカチを当てた上からガムテープを巻いて圧迫止血をすることができます。そしてまた傷口も守ることができます。段ボールで簡易的な仕切りを作る時にガムテープも、あると便利です。ゴミ袋の口を開けておくために固定する時などもガムテープがあれば便利です。そしてこちらは伝言メモとしても利用できます。この油性ペンを使うんですけれども、家から避難する時に玄関に避難場所を書いて貼るとご家族への連絡に役立ちます。またガラスが壊れて散乱した時に破片をこちらで
取り除くこともできます。最後はですね、こちらのアルコールストーブをご紹介します。台風19号の時は避難する際にこちらのカセットコンロを持って行ったんですけれども、まだその避難までにかなり時間が余裕があったので持って行けたんですね。で、車で行くことができたので持って行ったんですけれども、これは結構大きくて重さもあって、車で避難できれば場合はこういった大きいカセットコンロも持っていけると思うんですけれども、車で避難できない時とか大きすぎて持っていけない時はこちらのアルコールストーブが便利かなと思います。こちらは視聴者の方に、教えていただいたんですけれども、携帯用のコンロになります。内容量が 250g とすごく軽いので持ち運びに便利です。で、マッチ1本で即点火できます。キャンプ、ピクニック、アウトドア、パーティー、釣り、登山などの時に、利用できますし、防災グッズとしても利用できますよね。で、燃焼時間が約1時間で、ここに中蓋入ってるんですけれども、中蓋を使用すると約2時間使用できます。この間に調理例が書いてあったんですけれども、 0.5kg のお米が20分から25分で、炊くことができます。その他に 2,3 人分の副食を、十分調理することができます。特徴はですね、手を汚さず缶のまま点火できます。便利な風を防ぐ五徳がついていて、ここを使う時には直角に曲げると風よけになります。火力をコントロールできる便利な中蓋がついています。これですとすごく軽いですし、リュックにも入れることできますので、おすすめの防災グッズの一つとして利用できるのではないかなと思います。以上が私が、今回用意しましたあると便利な防災グッズのご紹介でした。皆様のご参考になっていただけましたらとても嬉しく思います。